ナオチューブ里見直樹です。本日12月27日、劇団お休みでございまして、本来でしたらね、せっかくの休みグアム旅行、韓国旅行に行きたいところでございますけれども、皆様ご承知の通り、今新型コロナウイルスオミクロン株また流行りだしておりまして、ちょっと怖いので人を避けたところで、ワンコと旅行に行きたいと思います。ワンコ中心の旅をしたいと思います。それどこ行くかと言いましたら、どこに行くかついてのお楽しみ、皆さんワンコとの旅ご期待ください。知らんけど、ただいま走行中です。大体あと1時間40分ぐらいで、到着予定です。多分そんなにかからないと思うんですけど、ね、大まかに、あと距離で言いますと112キロで到着します。楽しみです。ワンコたちの喜ぶ姿、一緒にはしゃいでみたいと思います。やっと高速降りまして、あともう 7.5 キロぐらいです。もうちょっとで着きます。はい、もうちょっと着くので、その前にちょっと、軽くご飯でも食べたいなと思います。お、6キロ先に丸田山のラーメン、いいね。あ、丸田っつうんけど、どこか分かってしまうか。若い元だし、いっぱいあるな。なんか食べたいね。晩ご飯までちょっと腹ごしらえしておきましょう。梅干しも買って帰りたいな。梅干しもな、せっかく九州南高梅買いたいと思います。知らんけど、ぼちぼちと到着ですけど、すっげえ風が強いけど、ね、波がすごい荒れとる。風が強いから看板も揺れとるな。すごい、まあ、こんな状態ですけども、まあどうなることか、珍道中になるのか、はたまた楽しい旅になるのか、向かってます。到着しました。今日はここで泊まろうと思います。見てください、めちゃくちゃすごいっすよ、ほんまに。ここからも白浜の海が見えるんです。めっちゃすごい。ここ見て、部屋、部屋ここです、ここです、ここです、ここです。この部屋一棟っていうんですかね、一軒というかね、ここが僕たちの部屋になります。韓国クラス、今日のスペース2点で、すごい。こっちドッグランがどうなのか見ましょう。入れ、入れ、ドッグラン。まず部屋に入るからドッグラン見て、見て、海すごくない？夏バイト最高ね、最高。もうたまらんね、これ絶景やない、これマジで。ちょっとあの部屋の方に行きたいと思います。ということで、今日の泊まりにワンコとの泊まりの部屋に行ってみたいと思います。ワオ、どう？で、こっちがキッチンやる IH か、冷蔵庫もちっちゃいの。この明日の朝ごはんも
ここに明日の朝ごはんも用意されてますね。明日の朝ごはん、はい、風呂ですわ。源泉なんですって。源泉、源泉でエビラね。ほんでこっち、これ温泉の源泉なんです。こっち栓してたらワンコと一緒にお風呂も入れるんですって。こっちね、こっちね、うん、ワンコと今日入ろうか。ちょこ温泉すごいな。見て、こっちが洗面台か。おしゃれな感じでドライヤー全部あって、こっちがトイレ。あ、おいダメダメ、おお、こういうトイレ、あ、じゃあトイレおしゃれ。絶対犬好きだったらこのね、犬御殿のヴィラ泊まる絶対価値あるね。いいと思います。はい、ほんでもって、ほんでもってこっちは次寝室ですね。寝室、よいしょ、すごい結構なんだ。今日はこのパンご飯がすき焼きらしいんで、すき焼きの用意もしてくれてます。で、こっちがこっちが寝室。いいですね。なかなかいい感じ。絵がすごい。こっちからも。これはもうドッグランとつながってるから、専用のドッグラン。専用。おいで、これおいで、めちゃくちゃいい。海も綺麗し最高。ああ、素晴らしい。絶対いいわ。最高だと思うんですけどね、夏はね。どうしても僕たち休みがこんな時期しかないんで、12月の、しかも今日が一番なんかめちゃくちゃ寒い極寒の日ですけど、そこまで行くと大丈夫かなと思うんですけど、やっぱり今日はワンコと楽しく今日明日過ごしたいと思います。知らんけど。めちゃくちゃいい感じですね。風強いけど隣のお客さんも来てるし、いっぱいおるわ。楽しんで今日明日行きたいと思います。よし、おい、めちゃめちゃおい、めちゃこれのクローゼットみたいなのがありますけど、入ってみましょう。おお、ゲージになってるんですね。ゲージに入っとる。そこにペットシート置けばいいんじゃんね。じゃあここでするように癖つけりゃいいんじゃん。なるほど、ここにペットシート置けばいいんじゃん。いい感じやね、ほんまに感動したわ。ワンコ、おーい、
ライトアップされたらおしゃれだね。With you, I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals. With you. どうですか、温泉は。どうですか、どうですか、どうですか。あっちに入ってきたの。ワンコのための旅行でございます。どうですか、どうですか。どうですか、いい感じ。まだダメよ。見てください、これが犬御膳ウィエラ、犬のご飯です。今日はワンちゃんのための旅行でございまして、犬御膳ぜひとも皆さん一緒は行っていただきたいと思います。犬御膳。今からこのすき焼きなんですね、これ。すき焼きをいただこうと思います。ということでございまして、本日ワンコとの旅1泊目が終わったわけです。犬御殿ヴィラめちゃくちゃいいとこです。もしよかったら全国から皆さんこの動画見たら1泊でも泊まりに来てください。絶対損しません。でもはっきり言って夏場がいいと思います。ロケーションが最高、海も近いし、まあ僕は休みが休みなんで12月の年末しか来れませんけど、それでも納得できました。部屋でご飯も食べれて、ワンコと温泉にも疲れて最高。もしよかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。 Twitter、Facebook、Instagram のフォローよろしくお願いします。各劇場、温泉施設、センターなどでお会いするのを楽しみにしております。ありがとう。知らんけど。